はい、皆さんどうも、たかしです。今回はですね、1ヶ月前くらいなんですけれども、現環境パ解説ということで、燃焼編をやらせてもらったんですけれども、今回はスリープ編をやらせていただきたいかなというふうに思っております。でもやはり今の環境ですけれども、燃焼とスリープが、ほぼほぼ2強になっているんじゃないかというところですよね。アーサー王の実装で毒がどれぐらい上がってくるかというところはあるかもしれないですけれども、やはりこの2強に食い込んでくるかと言われると、まだちょっと怪しいところはあるんじゃないかなと思っております。特に、何回も言ってますけれども、自分はアーサー王は燃焼と組み合わせることでより強くなるんじゃないかなと思ってたりしますからね。はい、ということでスリープ、キャラについて解説させてもらいたいかなと思うんですが、今、いるキャラたちで言うと、これらのキャラがスリープの環境になっているキャラたちになるんじゃないかなと思います。で、1ヶ月前の段階では、こちらの、水アリスですね、魔法少女アリスがいなかったので、あれですけれども、今この魔法少女アリスの実装によって、若干スリープの方が有利に立ったかなっていうのはちょっとあったりします。今後の新キャラの、状況だったりでいろいろ変わってくるところではあるかもしれないですけれども、ほんと若干ですかね。ほんと若干スリープ有利ぐらいかなと思います。はい、スリープにもそれぞれ型があったりするので、そこ次第っちゃそこ次第ですけどね。はい、白息忘れてる。はい、これらのキャラかなというふうに思います。もちろんシンデレラですね、汎用性の塊みたいなキャラなんで、もちろんこと組み合わせていけるキャラではあるんですけれども、純粋にスリープと言われた時には、上さん、水木カレンがいるのは怪しいところなんですけど、上7体が、候補に入ってくるんじゃないかなと思います。それぞれのキャラについて軽く見ていこうかなと思うんですけれど、まず茨姫ですね。茨姫に関しては、今のスリープ環境を作った、キャラとも言えるんじゃないかなと思います。強力なのはもちろん、この茨姫が持つ、特有の状態異常っていうんですかね、呪いの茨ですね、これがもう本当に強い。なんならこの茨姫1体いるだけで王と殿下で普通にジャイアントキリングがガンガン起きるっていうぐらいの性能になっております。で、この呪いの茨何が強いかっていうと、灰色の庭のスキルで味方全体に付与することができて、さらに燃焼以外でしたら、基本的にはもうアンチスリープっていう状態はほとんどのキャラが持っていないので、もう眠りが確定します。でさらにその眠りに関しても一度眠り状態になったキャラも眠り状態になりますし、毒によって上書きされることもありませんし、ドリマンだけのスキルで解除もされませんということで、強い効果のオンパレードみたいなのが入ってきます。でも茨姫に関してはこの灰色の庭だけで強いので、もうぶっちゃけ育成もいらないぐらいなんじゃないかなと思います。この茨姫自体も、かなりの火力を出せるキャラということもあって、ソーンブラスト、ドリームリバーはどちらも6倍ダメージということで、普通に相手非属性というか、ダンチュアストリットですね、眠り状態のダンチュアストリット普通に取れたりします。はい、やっぱりそれが6倍ダメージっていうのは大きいダメージ倍率なんですよね。はい、ということもあって非常に強力ですと。でさらに、この呪いの茨の状態ですね、普通にそれだけで厄介なんですけれども、パッシブスキルでも茨の寄せだったり永遠の茨姫だったりと、この茨を持っている状態というのが本当に強力かなと思います。というか、この茨が味方にあるだけで、ほぼ燃焼以外では太刀打ちできないキャラになってくるということもあって、このスリープ環境を作った、キャラになってくるんじゃないかなと思いますね。はい、もう非常に強力です。今更解説することがないぐらいに強力ですね。はい、ということでお次が、リドミランド・クラリスになってくるんですけれども、ここはですね、茨姫の唯一の弱点であった燃焼に対して非常に強く動けるキャラということで、ここもね、スリープをですね、環境トップに引き上げてきた、キャラの一体なんじゃないかなと思います。で、やっぱりいろいろと強い面あるんですけれども、サベージ・ノックアウトですね、これが非常に強力です。敵に対に5倍ダメージを与えるだけでなく、
対象が、HP25% 以下になった場合に眠り状態にしますと。でさらにその眠り状態もすでに眠りになっているキャラも眠りにするということで、もう強いです。はい、これだけでもうほとんどのキャラ眠り状態にしますからね。はい、まあ、ということもあって非常に強力です。まあ、さらに言うとクイックナイトメア、ここも TU1 で打てて、まあ、6倍ダメージで、サベージノックアウトの圧倒条件が敵を1体以上倒すということなんで、このクイックナイトメアで敵を倒せた場合即座にサベージノックアウトが飛んでくると。でこの動きは非常に強力なところかなと思います。でリュドミランドクラリスですね、今までの説明で単純に火力キャラとして強力かなと思うところもあるんですが、それ以上に、ヴァンガードですね、このスキルもぶっ壊れです。まあ、敵を倒した際にですけれどもブロック状態になります。でこのブロック状態で HP が0になる攻撃を受けると、ブロックが解除された状態で HP が全回復しますと。でさらに、まあ、この効果に関しては、パトル中に回数制限があるわけじゃないんで、ヴァンガード解けた後にまた敵を倒すと再びヴァンガードの効果でブロック状態になりますと。でさらに、ブロック状態で HP が0になると再び HP 全回復で復活しますということもあって、もうめちゃくちゃ強いです。本当にイガラ姫とリュドミランドクラリスがセットになった場合はもう燃焼以外の太刀打ちできないと思ってもらっていいと思います。でさらにそれだけじゃなくてカリスマガールズですね、ブロック中にアーマーがつくだけでなく、ブロック状態でない時にアンガー、常にアンガー状態になるということで、はい、クイックナイトメアが実質9倍、サベージノックアウトは実質 7.5 倍になるということもあって、まあもうブロック状態でない時にサベージノックアウトを打った場合は、アイハ持ちのキャラでない場合はほとんどが死にます。でアイハを持っていない場合でも、まあ、ほぼ確定でスリープ状態にできるということなので、もうこのキャラも今環境を壊しているうちの一体であるということは間違いないですね。まあ、ただ若干ヘイトが高いというところもあるので、そこをうまく攻略の要にしていかなきゃいけないところなんですけれども、まあもうハマった際は、こっちの味方一点も倒されることなく倒すこともできるぐらいの、まあ、キャラになっているというところなんで、ここも、スリープ環境を作ったキャラの一体ですね。はい、ということで、次は、アリスについて話していこうかなと思います。でこの魔法少女アリスに関してはつい最近実装されたばっかりのキャラというところなんですけれども、まあ、アクティブスキルで相手を睡眠効果にするスキルは持ってないんですけど、パッシブスキルのスリープアタッカー、これが非常に強力でして、攻撃した時に 30% の確率で、眠り状態にしますと。でさらに、厄介なのが、このキャラが眠り状態の攻撃を攻撃した時に対象の眠り状態解除されないということなんで、まあ、先ほどの、ルドミランドクラリスのスキルに関しては、呪いの眠りかっこ呪いとは違って、まあ、スリープ系の攻撃、ドリームハンター系の攻撃でも目が覚めてしまうところなんですけれども、アリスに関しては全ての攻撃で、眠り状態が覚めることがないということがもあるので、まあ、眠りを解除せずに敵全体にマジカルスターシャーで敵全体にダメージを与えることができると。でさらに相手が睡眠でない場合はマジカルスターシャワーを打った場合は、まあ、基本的には敵1体が追加で眠る、まあ、基本的にっていうか、まあ、確率的に1体が眠りにほぼほぼつくんじゃないかっていうスキル構成になっています。でさらに強力なのが、ラピッドコールによって召喚されるモルペウですね。はい、まあ、HP も低くて、決して強いキャラってわけじゃないんですけれど、アクティブスキルの、モルペウゾーン、これで、不死身のブロッカーが誕生するということなんで、まあ、100T の間ですけどね、 100T の間不死身のブロッカーが誕生するということで、それも強力です。さらにミラクルチェンジ、アリスをミラクルモードにするんですけれども、このミラクルモードに入ったアリスもめちゃくちゃ強力で、常に、スキルの低下が 20% 一応減少して攻撃力が 50% 増加、まあ、普通に常にアンガー状態になるっていうところなんですけれども、まあ、それプラスアルファで、回復効果とスピリットの増加効果が入ってくるということもあって、まあ、マジカルスターシャワー、これスピリット6以上ないと使えないスキルなんですけど、そこが打ちやすくなると。
クイックがつくので実質130 TU のスキルになる上に、敵全体に 4.5 倍ダメージを与えることができますということで、もうめちゃくちゃ強いキャラですで、これに対してこれのアリスが強いのは、まあ、スリープミラーになった時に、実はリドミランドクラリスに関しては、ヴァンガードの効果、ヴァンガードの効果の一つに、あれヴァンガードじゃないっけ、なんだっけ、あ、カリスマガールズの効果の一つか、カリスマガールズの効果の一つに2体攻撃を、完全に無効にするという効果がついていますので、まあ、全体攻撃であるアリスの、マジカルスターシャワーで、ルドミランドクラリスの HP を削って、まあ、倒しきるということもできたりしますなんで入れといて損はないキャラになってきますよね。まあ、ラピッドコールに関しても、場に出てる味方一体を控えに戻すので、まあ、今だと、シンドロティアだったり、まあ、光アーニャですね、その辺のキャラを光に戻すことでより強力な効果が発動するということも、考えられるということで、まあ、スキル構成に無駄のないキャラとなっておりますね。はい、ということで、まあ、ここまでが、まあ、スリープを環境のトップに引き上げた、キャラたちになってくるんじゃないかなと思うんですが、まあ、ここからはスリープのサポートキャラたちということで、紹介させてもらいたいかなと思います。まずは水着カレンなんですけれども、これはもう自分動画を見ている人だったらもう今更解説不要のキャラなんですけれども、やはりインポスターサモンですね。これが非常に強力というところで、まあ、このインポスターサモンを使う と、リュドミランドクラリスにキルがつけやすかったり、まあ、もしくはブロッカーを排除することでリュドミランドクラリス、サベージノックアウトですね、的なタッカーキャラを2体眠らせることができたりと、まあもう本当に汎用性の塊みたいな、スキルなんで、インポスターサモンに関してはまあ、それだけでも非常に強いです。で、水着カレン自体、アイアンハートプラス入った後にフリップスリープで、敵を眠り状態にすることもできたりするので、まあもう本当にあれですね、無駄のない、キャラになる、スリープと組み合わせていく上で、無駄のないキャラになってくるんじゃないかなと思います。で、お次はまあ水着白雪というところなんですけれども、ここはがっつりスリップ系のアタッカーになるんですけれども、やはりフローズンドリームとステルスドライブ、普通に強力な火力技を持っている上にデッドリースリープですね。はい。まあ、ただ上記で紹介した、キャラ3体のスリープの撒き散らす力が強すぎるんで、ちょっとこのデッドリースリープに関してはもう一度眠り状態になっているキャラが多かったり、もうすでに盤面全体が眠りになってるっていうことも多いんですけれども、やはりこれらのキャラが1体でも揃ってない場合は、水着白雪との相性は全然抜群ということもあって、まあ、まだまだ採用圏内にあるキャラなんじゃないかなと思います。はい。で、こちらの後ろ2体に関してもサポート、まあ、サポートというには強いキャラなんですけれども、まあ、上3体左3体の性能を比べるとサポートに回るようなキャラになるんじゃないかなと思いますね。はい。で、まずバレンタインジャンヌですけれども、まあ、ジャンヌ系統ということでミカエラが、普通に召喚キャラとして存在します。で、この水ジャンヌに関してはドリームエンターですね。まあ、ここで、まあ、先ほどの、白雪の時にも言ったんですけど、やはり盤面が眠り状態のキャラが多いんで、まあ、ピンポイントでスリープが刺さるかと言われると、わからないところですけど、ここは燃焼ですね。燃焼と対峙した際にドリームエンターで、敵の燃焼キャラ一体を睡眠状態にするという動きが、期待できますと。で、まあ、ジャンル自体はそんなに火力としては強くないところなんですけれども、エンジェルスリープ使って出てくるミカエラが、まあ、火力面としても強力ですし、ナイトメアハンターが2体攻撃ということもあって、まあ、ブロッカー越しに相手の火力キャラ、まあ、特に燃焼だと、まあ、ダンチャーストリットとか、信長がスリープの対象になりやすいんですけれども、まあ、そこをブロッカー越しに倒すことができるということで、まあ、対燃焼を想定した場合、この水ジャンル、非常に強力なキャラになってきます。で、あとはツインブロックに関してもですけれども、まあ、ミッツドックスのミカエラがいるときにブロック中のキャラとして扱われるんですけど、アーマー付きでブロック状態になるということで、まあ、燃焼系のキャラっていうのはアーマー無効を持っているキャラが少ないというか、もうほとんどいないところなんで、まあ、対燃焼を想定した、睡眠キャラということで、この水ジャンルは全然採用されるところかなというふうに思います。ま
ただ自分はちょっと育成が進んでいないので使っていないところですけれども、ね、まあ、あの自分が燃焼先発で使っていた際にはこの水チャンヌで結構痛い思いをしたということもあるので、まあ、あの採用圏内にあるキャラだと思います。でお次が花嫁カレンなんですけれども、ここもまあ対燃焼を想定した際により強く動けるキャラかなと思います。まあ、燃焼以外でもあの非常に強いところはあるんですけれどもね、はい。まあ、ということで動き見ていきたいかなと思うんですけれども、何が強いかというと、まあ、ブロックビーターかなと思います。まあ、先発で花嫁カレンを起用した際に、まあ、特に燃焼とミラー燃焼とマッチアップした時にはブロックビーターで、花嫁ストリットが寝かされて、そこをすぐさま、リドミランドクラリスのナイトメアハンターで、取られて、まあ、そこでキルついちゃうんでサベージノックアウトにつなげられるっていう、まあ、この動きが非常に厄介なところですよね。はい。でまあ、それ以外に、普通にその花嫁カレンに関しては、リドミナントクラリスとの相性がいいですね。やっぱりブロッカーを睡眠状態にすることで、まあ、光アーニャ以外のブロッカーでしたらクイックナイトメアがもう TU1 なんで、その後ヒプノサタックで倒されたりとかして、まあ、リドミナントクラリスはキルをつけやすくするという狙いがありますよね、花嫁カレン自体には。でまあ、それだけでなくナイトメアサシンで普通に睡眠状態の敵に火力を出すこともできますし、まあ、パッシブスキル自体は、スイフトエンターなんで、この花嫁カレンの、まあ、行動に関与してくるところなんですけれども、まあ、花嫁カレンを、まあ、アリスのラピッドコールで戻して、まあ、TU ですね、控えに戻った際の TU のデメリットをなくすということもできたりします。はい。まあ、ということで、これら7体のスリープキャラで、まあ、ほぼほぼ環境をとっているんじゃないかなと思います。まあ、もちろんスリーププラスアルファで、シンデレラ合わせたり、花嫁ジャンヌ合わせたりといろいろと型はあるかなと思いますけれども、まあ、大きく分けて、まあ、スリープの型がいくつかあるとは言ったんですけれども、茨城姫を軸にするタイプか、リドミランドクライスを軸にするタイプかの2つに分かれるんじゃないかなと思います。まあ、茨城姫を軸にするタイプだとしてもリドミランドクラリスは採用されるんですけどね。まあ、要は燃焼に対して、どう動くようにしていくかっていうのが、まあ、今のスリープに対しての、あの課題になってくるんじゃないかなと思います。まあ、例えばですけれども、燃焼に対して強く動こうとした際に、まあ、その際にはまあ先発から茨城姫が外れるんですけれども、まあ、リドミランドクラリスや花嫁から水ジャンヌで、まあ燃焼に対して強い動きをしていくんですけど、そうなると茨姫型のスリープにちょっと勝ち目がなくなってしまうというところもあったりするんですよね。で逆に茨姫型のスリープを採用すると燃焼にやっぱり茨姫が弱すぎるので、まあ、ちょっとそこが、辛くなるということもあって、まあ、ちょっとじゃんけんみたいな関係になってくるところではあるんですけれども、まあ、今の関係はうまくできてるんじゃないかなと思います。で、まあ、この環境にかんこの、今の燃焼とスリープでなぜか三つどもの環境になっているところに毒だったり、まあ、あの最近実装されたアーサー王だったり、がどう絡んでくるか、まあ、もしくはこういうシンデレラだったり花嫁ジャンヌだったりの、汎用キャラをまずあの組み合わせていくことで、独自のパーティーを作っていくっていうのが、まあ、今の強い編成になってくるんじゃないかなとは思いますかね。はい。まあ、というところで、まあ、スリープに関してはやはり、まあ、燃焼とは違って、燃焼はもう本当ダンチュアストリットがキーになってくるキャラになるかなと思うんですけれども、まあ、茨姫いなくても強く動きますし、まあ、極端な話リドミランドクラリスいなくても強く動けるということで、まあ、いずれかのキャラがいれば多分、ね、あのスリープとしては、まあ、とにかくこの2体かな、この2体のどっちかがいればスリープとしてはあの本当に強く動けるパーティーを作れるんじゃないかというところで、まあ、燃焼よりかは、まあ、パーティーの、なんだろうな、編成は結構自由なんじゃないかなと思います。まあ、ブロッカーに関してもですけれども、まあ、あの燃焼だったら、ハネマストリットがほぼほぼ先発で一択で使われるところなんじゃないかなと思いますけれども、まあ、光アーニャを使ったりだとか、先発でハネメリドミラを置いて、モルペウにつなげていったりとか、まあ、結構ブロッカーに関しても、選択肢として幅広いところかなというふうに思いますので、まあ、編成難易度が編成難易度というか、まあ、編成の自由度が
結構広いのがスリープなんじゃないかなと思いますね。まあ、もちろん燃焼で先発光アニア置いたりしてもいいんですけれどもね、まあ、ちょっとそうなってくるとアイアンハート持ちということもあって、まあ、ちょっとあの燃焼は苦になってくるところもあったりするので何とも言えないんですけれども、まあこんな感じですかね。燃焼と燃焼とスリープで2大環境になっているとは言ったんですけれども、まあ、スリープの中で2派閥、個人的にですけどスリープの中で2派閥あって、まあ、茨姫を使う方だと燃焼にやや弱くて、茨姫を使わない方だと燃焼には強いんですけれども、逆に茨姫を使うスリープに若干弱いっていう感じになっているんじゃないかなと思いますね。はい、まあ、なんで今の環境ちょっと面白い環境が本当に出来上がっているところかなとは思っております。はい、まあというところで、この動画が面白いと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。